やれやれ、これを持って帰ればいいのか。ボロボロだ、素体だから別にいいのか。レイ、レイってば。花を摘んでも怒られないかな。妖精との無用な争いは避けたまえ。以上。確かに花を摘むなとは言われてねえな。やった。花っつってもさ、地味なのしかないじゃん。霞草ってやつだな。お前の言う通り、地味な脇役さ。脇役？ミラーや、主役の花はよく生えてるだろう。運ぶぞ。時を経て醸し出されるパティキュラルな色味、王子の輝きを感じさせるくすみ、まさに奇跡だと思わんかね君。それはもちろん思わぬ。この素体をもとに彫像を作れば、まさに奇跡が奇跡を呼ぶ美の極致を再現できよう。見たまえ、この酸化皮膜が対腐食性を増し、同時にこの色合いをもたらしておる。なるほど。人間の寿命管理をしているゼニスに関してですが、耐腐食性に優れた金属で作られています。動力のゼンマイは気温変化を利用して巻き上げられ、本体はメンテナンスなしでも約6000年、
一方、ゼニスがクォーツに設定する人間の寿命は最大でも100年程度。埋蔵エリアは時計回りに順に並んでいます。新生児とクォーツの称号を続けており、生まれた年から埋蔵場所が予測できそうです。